フレデリック・メートランド、1906、フレデリック・イートン校を経て、ケンブリッジ大学トリニティ・カレッジに進学する。1872年に、林間法学院に席を置いて、1876年に、法廷弁護士の称号を得て、ロンドンで弁護士として働いた。1884年にトリニティ・カレッジの恩師であった、哲学者。 ヘンリーシュジックの推挙で、ケンブリッジ大学のイギリス法の講師となり、1888年に教授となり、その3年後に学位を得た。メートランドはできるだけ原子量に依拠して、自説を裏付けることを心がけ、そのために各地をめぐって、古文書などから、訴訟記録などを収集した。また、当時イギリスに滞在していた、ロシアのポール・ヴィノグラドフから、大英博物館や、 各地の公文書館などに法律関係の古文書が多数収蔵されたままになっているという事実を指摘され、そのような古文書の発見にも尽くし、それらを解読して本国した。1893年には代表的な著作であるイギリスの初期議会が刊行され、続いて1895年には英法史を刊行した。この本はフレデリック・ポロックとの協調とされているが、 今日ではそのほとんどがメートランドによる著作であると考えられている。同書はアングロサクソン時代から13世紀にかけての古文道成立の歴史を判例や訴訟文書などを用いながら描き出しており、法政史のみならずイギリス史の書物として古典的な地位を今日でも保っている。1901年にはイングランド法とルネサンスを表して、 ローマ法のイギリス法への刑事の可能性を指摘するなど多くの著書を表し、後に日本語訳された著書も多い。だが1906年、カナリア諸島への旅行中に肺炎にかかり、ラスパルマスで救世した。死後も遺構がイングランド憲法史として刊行されるなど、イギリス史上最大の法制史家として高い評価を受けている。その一方で、 権力側に偏りがちな残存古文書への過度な依存やローマ法掲示の可能性を唱えた主張については異論も出されている。ありがとうございます。